日々思うことを語る今日の一言今日は大分での2日目の稽古でした、えー、今回の、えー、新作「夏の夜の夢」を日本舞踊にした「明月の森夢物語」という創作舞踊はシェイクスピアの夏の夜の夢なので、えー、筋がとても込み入ってるんですねで出演する皆さん方はその込み入った筋を とても理解して、えー、分かってくださってるっていうのが今日はよくわかりました。ただ、残念なことに、そのよく分かっていることを、今度は舞台上でお客様に分かっていただくための手法というか、技法というか、うん、そのやり方ですね。そこのところが、うん、なかなか大変なんですね。なので、 やはり今日もつくづく思ったのは、その、まずは最低限、やる演者が、踊る人が、その、えー、自分の立っている位置というか役っていうか、そういうものを、えー、理解するというのは、これはもう本当に大事なこと。で、それはもう皆さんとってもよく分かっていらっしゃる。じゃあ、次にお客様に見ていただくときに、どうやってそれを見せるか。 どうやったらお客様により理解していただけるのかっていうところ、やっぱりそこがとても大事なんじゃないかなっていうことを思いながら稽古をしていました。来月は3日間大分での稽古。ここでクオリティをぐっと上げられたらいいなと思っています。では、また。